さん、僕も久々に行きました。ですね、食べログを見るとですね、食べログ3.77 ですね。でですね、味はですね、豚骨醤油と書いてあるしておりますし、醤油だけということで書いてあるしております。僕も醤油に、ちょっとチャーシューの味を加えようかなと思って、食べてました。ネギがですね、九条ネギでございます。麺は朝6時から、深夜1時までぶっ通しでやってるというラーメン屋さんでございます。ね、いつ行っても多いというような印象があります。朝6時からも並んでる人いますし、僕が行ったのが、中途半端な時間で10時半ぐらいでしたね。10時半から、11時前ぐらいまで10分ぐらいですかね、並んで、11時ぐらいから、ぜひ多分11時20分ぐらいだと思うんですが、その時はもう本当にですね、15分ぐらい待ってるっていうそんな感じでございます。